ゲロ温泉合唱村ゲロ温泉合唱村は岐阜県ゲロ市森にある博物館類似施設。ゲロ温泉で最も規模の大きい観光施設。日田地方の生活文化が体験できる。ゲロ市の直営で地方公営企業法を適用している。ゲロ温泉で最も規模の大きな観光施設である。村内は合唱の里。 最時期の森の二つのゾーンで構成されている。合掌の里には、重要文化財、旧、王戸や住宅を中心に、白川郷、五貨山から、一区保存された合掌造り家屋十棟が点在し、飛騨地方の民具の展示などがされている。山手には下路花見山、最時期の森がある。村内には、四季の山野草などが植えられ、飛騨の自然が感じられる。また、 陶芸や陶器の絵付け手びねり、和紙の絵すきも体験できる。村内の合唱作りの劇場、影昔話館、白鷺座は、日本で唯一常設の影劇場。1996年春に一人で100体の人形を操る、竹原文楽の終演によって、それに変わるゲロの文化、新しい観光資源、オンリーワンの観光資源を築こうと一人の、 市職員の発案と取り組みにより、ゲロ市、ゲロ温泉合唱村が企画した。横浜市に本社がある、劇団かかし座が委託され、演目を制作し公演していた。影昔話館、白鷺座は、多くの観光客を魅了していたが、2017年に、公演を終了した。十棟の合唱家屋、円空館、休憩棟などが里山に点在しており、 ヒダの生活文化が体験できる。合唱造り家屋その他平成22年夏に竣工旧ふるさとの森を全面リニューアルした施設で、ゲロ地方の文化を紹介している。この施設も、全室の試食員の企画と取り組みにより、ゲロ地方の民家、マスダ作りの古民家風の建物を中心に、山桜、山もみじなどが植栽され、 ゲロ地方の里山を再現した施設となっている。春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉が見どころ。地元の伝説、昔話を影劇で上演している。日本で唯一の影劇専用の合唱作りの劇場。ゲロ温泉の発見にまつわる、白鷺伝説をはじめ、ゲロ温泉とその周辺に伝わる伝説や昔話を、ノスタルジックな現代影劇で上演。 行落時期は、会場前に、多くの観劇者が、白鷺在入り口に並ぶ。ゲロ温泉及び、ゲロ温泉合唱村では見逃せない観光スポット。ゲロの新しい文化、新しい観光資源を築こうと一人の市職員の発案と取り組みにより、ゲロ市、ゲロ温泉合唱村が企画し、横浜市に本社がある、劇団カカシ座が委託され、演目を制作し公演している。 影劇の演目は、下呂市に伝わる伝説、昔話で、その物語にはすべて舞台となる土地があり、影劇を感激した、観光客にその土地を訪れてもらおうと、新しい観光資源の発掘の目的もある。公演時期、春さつき公演2月中旬から6月上旬、夏もみじ公演7月中旬から12月、初旬1日3回公演。春と夏では、 演目が変わる。影昔話館は2017年で公演を終了。平成19から20年度平成21年度平成22年度平成24年度営業時間入場料2020年5月2000万円の使途不明金が発覚。直後に会計担当の職員が自殺した。ゲロ氏は 同年8月20日までに調査結果を取りまとめ、使途不明金の総額が2011年から2019年までの9年間で約2億6500万円だったと明らかにした。使途不明金の要因は、地方公営企業会計の財務適用施設であるにも、かかわらず、公営企業会計の知識に乏しい市職員、商工観光部長、 合唱村施設長などの上司、会計管理者、それと会計処理の不備を、関西委員が見逃していたとのことである。新聞紙上でも、明らかのように、決算監査の折に金融機関の年度末、預金残高証明書の提出も受けず、内部資料だけで、決算監査が行われており、決算書を担保する、この年度末残高証明書と、 財務諸表の突合が長期間にわたり行われていなかったこと。ゲロ市は平成16年3月にマスダ軍町村で町村合併が行われ、ゲロ市職員によると旧ゲロ町出身ではない企業会計の知識に乏しい職員が施設長に移動するなど自治体としては致命的な人事移動が行われていたようである。当時の市長、 副市長、歴代、現職の商工観光部長、会計管理者などの上司、第三者機関である、関西員の万全とした監査が、長期間にわたる不正を見逃してきたと推測される。不祥事の前は当然であるが、例月水道検査で、会計管理者の通帳の研修が、決算監査では毎年度3月末の金融機関の、 預金残高証明書の提出で確認していたようである。しかし、この不祥事の期間は確認されておらず、預金残高と財務諸表との突合が行われていれば、初年度で発覚した不正事案であり、ここまで多額にならなかったと推測される。公金が横領されていた2011年度からの会計管理者、商工観光部長、施設長、監査事務局、 関西院には、職務怠慢による重大な過失責任があり、損害額を保障する、道義的責任があると思われる。合唱の里ゲロ温泉合唱村公式ホームページ www.。www.ger-gasso.jp2020 年9月15日閲覧。昭和40年代に、ゲロ町のゲロ温泉合唱村で、 常設上演が始まった文楽。それまでは全国を巡回公演していた。100体の人形を一人で操るのが特徴。創作者、小洞奥一郎氏が一代限りと後継者を作らず、現在は当時の資料が展示されている。岐阜、ゲロ、不明金2億6000万円支援の温泉合唱村、職員志望。共同通信。 2020年8月20日閲覧、ありがとうございます。